さあ、すするさん出てくるんでしょうかね。フィールボディ終わりのすするさんをかっさらってつわり連行しようという、ね、これが張り込みってやつですね。なんかほんまな、うん、週刊誌の感じするな。確かに。あ、来た。あ、来てです。来ました、来ました。来た、来た、来た、来た。あー、有名人開けました。すするさんですよね。すするさんですよね。あ、はい、すするです。何されてたんですか、こんなところで。あ、今ちょっと筋トレしてて。本当ですか。知ってるだろ、全部。女性と会ってたんじゃないんですか。なんでここで会うんだよ。こうちゃんをね、女性と捉えるならば。こうちゃん、こうちゃんって誰ですか。こうちゃん。詳しく聞かせてもらっていいですか。とりあえず入ってもらっていいですか。お疲れ様です。お疲れです。はい、お疲れ様です。ということで、ツアー始めていきますよ。こんな始まり方？こんなスタートが。イエーイ。じゃあ、目的地に着いたらまた。はい。ヒントはこれです。いいね、とりあえず向かってみるよ。ヒントはこれです。レッツゴー。レッツゴー。ありがとうございます。本日は、爽やかなルワンダで。お届けしております。何それ。爽やかなルワンダのブレンドなんだって。あ、そんなんだらしいよ。ちょ、今すするさんにね、スタバの買い出しを頼んでたんですけど、はい、スタバであんまりブラック頼むことないもん。あ、ないね、確かに、ね、結構みんな甘いやつ頼む。そうだよね、せっかくスタバならみたいになるもん、ね、はい。というわけでどうぞどうぞ。爽やかなルワンダ。ルワンダって何。ルワン、国じゃない、国の、まあ、あー、そうか、そういうことか。分かんないけど、の豆をとりあえず使ってんだ多分ね。のびさんは、お手洗いに行っております。あ、お手洗い中なんだ。さあ、では爽やかなルワンダを、はい、感じてください。裏側行ったな、これ。地球の。うん。あ、のびさん来ました。うん。ちょうどのびさんがトイレ行ったら帰ってきたよ。タイミング悪いな。まあ、ずれた間の悪さも。それが君のタイミングですから。ずれたな、ちょっと。最悪やん、タイミング。爽やかでルワンダを感じてくれ。あ、何これ。今日ルワンダらしいよ、スタバの。そうなんだ。今日の豆はルワンダらしいよ。あ、酸味抑えめで苦い系のやつですね。なこの二人のコーヒーの食レポどうでもいいわ、マジで。行くぞ行くぞ。しゃあ。さあ、というわけで、うん、やっと始まりましたよ、ツアーなんです今回。おー、はい、こんなね、路地から始まっておりますが。いつもです、それは。浅草に着きましてね、はい、ということで今回は、東京ツアーでございます。おお、あえてのあえてのですね、はい、めっちゃ乗ってきてんけど。俺出た瞬間すごいな。おご時世もご時世でね、はい、東京都内の方がいいんじゃないかっていうね、はい、まあ、こんな時ぐらいしかできないんで。そうだね。ということで、あえて東京ツアーをやらせていただきます今回は。おー、そうですね、はい、そんなね、東京でやりたいと思いますわ。東京思い出ツアー、イエーイ。TV 月1ツアーシリーズ、今回の舞台は花の都東京。そこで始まった東京思い出ツアー。まあ、東京ならばみんな各々思い出があるだろう。ああ、まあ一つや二つ、まあ、青森だったらもうそれしかないし、大阪だったらのびさんしかないし、うん、だから東京はみんな思い出ありますから、うん、確かに。東京思い出ツアーの概要。東京の名所や各々の思い出の地を巡り、各スポットで一人が思い出トークを展開する。誰かが思い出を語るっていう。うわー、なんかハードル高い気がしてきてる。エピソードトーク、面白思い出エピソード。おー、やめろ、それつけたら全部おもんならんねん。やばいやばい。思い出トークの良し悪しでポイントがつけられ、思い出ポイントが一番低かった人には罰ゲームが。最終的に、一番ポイント低かった人が、はい、駐車場代を払うっていう。うわ、なんか東京って高いね。高い、そうめっちゃ高いと思うんだよ。やばいね。今回車で回るんですけど、はい、ご時世もご時世なんで、はい、車で、まあ、いろいろ気をつけつつ、うん、まあベタベタなとこ回るって感じですね。回りながら、そうですね、いろいろ配慮しながら、はい、はい、回りたいと思います。はい、はい、レッツゴー、レッツゴー。はぁ、中見世通りを、うん、空いてますね、すごい。空いてるマジで。空いてる、やばいですよ。中見世通りで、はい、もうただ歩いてきました。
まあね、みんな買うんだけどね、普通は。普通はね、確かに鬼滅の刃がすごいんだね。すごい鬼滅の刃推しやんな、やっぱり。読んでる？もう読んだことない。歌は散々聞いてるけどね。歌？リサの。そう、アニメの歌ってよ。すすめーめーじゃないわ。めっちゃ工事してる音聞こえてる？ちょっとな。大丈夫ですか？なんか工事してんだよな、雨降るし。なんでだろうね。まあ、今こそ工事すべきだけどね。あ、そうだね。まあ逆にね、はい、うん、ということで、天掃除です。おー、天掃除のおみくじってシビアやねんな、めっちゃ。あ、今日は多いやつだっけ。そう、ちょっと運試ししましょうか。確かに。おー、やろうやろう。マジでこれ聞こえてるなあ。怖いな、ちょっと。大丈夫かこれ。行ってみましょう。行ってみましょう。行こう。めっちゃ喋ってた。さあ、ということで、はい、静かな路地に来ました。はい、いやー、落ち着くね、やっぱり。まだちょっとなんであの音だっていう。じゃあちょっとおみくじ、うん、誰から行きますか。鶴さん。じゃあ僕から行っていいですか。はい、僕は運勢は吉ですね。吉。うん、まあなんかだんだんいいこと起こりそうみたいな感じかな。おちゃんと言えよ、なんだ、本当か。本当か。濃い雲がだんだんとなくなって晴れ渡るように、問題も解決していいことが起こりそうです。月が再び現れて澄んだ空に輝くように、心もスッとしてくるでしょう。何それ、キッドの予告状みたいな。こんな書かれてんの。キッドの予告状っぽかったよ、なんか月とか言うからね。黄昏の獅子から暁の乙女へで、うわ、ダサ。キザだよ、やっぱ。待ち人現れるでしょう。新築引っ越しいいでしょう。チャルさんは大吉です。すごい。あのシビアと言われている、すごいな。願望叶うでしょう、病気治るでしょう。適当やろ。なくし物すぐ見つかりましょう。適当やん。待ち人現れるでしょう。全部いいじゃん。全部とりあえずやることなすこと全部いい方向に転がっていく。おいいな。のびさんは。のびさんは大吉です。え、なんだよ、おいおい。ということで、じゃあ戦争時思い出じゃんけんしとく。うわ、そするが負けるやろ、運勢的には。確かにね。これで、負けた人がエピソードトークを話してもらいます。うわ、最初はグッ、じゃんけん、ほいっしょしょ、うわはい、ごっしょ。いや、これがいい結果になるから。逆にね。確かにそうなんだね。浅草の思い出話でしょ。はい。小学校のちょっと遠出しますみたいなのは、多分大体浅草遠足を、遠足みたいなやつ。ほうほうほう。で、うん、来たことがあり、うん、昔僕はね、雷おこしがすごい好きだった。おー、うん、美味しいよね。うんうん、大吉どうした、おい大吉。大吉歌います。なんか今日の思い出にすがる。大吉を引いたおいっていうね、思い出があって、すごい嬉しかったんですよ、やっぱり。来てみてください。いいところです。全然宣伝にもしてないし。いや、さすが大吉やで。いやいや、もう全然運良くないやん。さすが大吉やで、おい。さあ、精をつけようということで、はい、エピソードトークもね、精がついてなかったから、あんな、あ、そうだ、ひどい結果になりましたけれども。そうだったね。精さえつければこっちのもんだってことで、うん、すごいな、精って。うなぎを食べようということで。おお、浅草のね、うなぎ屋、うん、いいですね。なんかといえばって感じする。なんかまあなんかね、なんかうなぎ食うよね、江戸っ子って。あ、江戸っ子は食うイメージある。なんとなく、なんとなく、なんとなくね、本当に。ということで、うん、すするが塩、塩ですね。塩ひつまぶし、塩のひつまぶし。これはタレで、僕は10でおいけます。江戸っ子やな、やっぱきついの。やっぱね、うん、10でしょ。めでてえ時は10やめで、てやんでえ。うわ、長野のネタみたいな。めでてえ時は10だ、てやんでえって言って、イワシなんねん、その。そんなネタやねん、ほんと。先に竹十の方がね、届きましたんで、ね、めっちゃいいんや。てかもう、すでに焼いてるあれからいいんや。すで、うん、に焼いてるあれからいいんや。で、なんかね、焼いてる匂いからいい。さすがいきますよ。うわほら、先に見せます。うまい。おぉ、ヤギはね、うまいよね。なんかでも、本当に元気になるけどね。やっぱ違う、一気に。わかんない。そうかな。まあ、何も食べてなかっただけかもしれない。絶対精神論だ。さあ、質問開けてください。シュワーン。うわ、なんか違うな、やっぱ。質問は質問と銃でやっぱ違うやろ。うんうん。おお、
でまずは当てた、4分の1に分けてね、一旦ね。それは蓬莱軒のやり方だからね。でもそっか、確かに。おい、江戸はまた違うかもしれないから。江戸はもうこのまま全部行く、ひつまぶしであろうと。ああ意味ないいただきます。うん、うまい。うまいな。うん、はい。塩は、じゃ塩も見てください。ドン、あれ、おいー、すっきりしてていい感じだ。やっぱあっさりしてそうだね。大人って感じ。確かにこれがやっぱ大人だね。うん、はい。そしてお好みでね、山椒塩ちょっとかけて、山椒と塩が混ざってなのかな。山椒の匂いする。いただきましょう。うん、めっちゃいいじゃん。あっさりしてほんと、うん、焼き魚みたいな。ああ、もう合ってくわかんないね、ちょっとね。焼き魚感、それって褒めてんのかみたいな。確かに。あ、いいなこれ、あっさりしてて夏にいいですよ。あ、夏っぽいよね、確かに。うん、夏感ある。いろいろこういうので楽しめると。薬味もね、しっかり使っていこう。ガンガンいけよ。うまい。精出せよ。精つけていこう。うまっ。何した今。わさびとね、入れた。あー、つまぶししてんな。わさびしてんの、何事においても。食事以外のわさびって何。あんま知らんだけど俺。何事においてもわさび。慣用句みたいなもんよ。でも、もっと分からん。もっと分からん。まあ、なんていうの、たしなみみたいなさ。所作、所作っていうの。なるほどな。うん、わさびという所作。なるほどな。はい、ありがとう、終わらせてくれて。うん、さあ、最後いろんな薬味を入れ、全部お出汁みたいなやつを入れて。そうです。これひつまぶしいいな。そう、これでサラサラっと最後にね。ああ、重くなってきたところでできるからな。ちっちゃく見えろ、のびーさんとは。もう顔でかいからよ。ええねんって。こんなやつやって、ごめん、全くそういう意図で言ってなかった。本当にただ感想言った。いつのフジモンね。ただ感想言っただけだったんだけど、ごめん。うん、うまそう。わ、てか豪快やな。あっという間やな。早っ。あっという間ですよ、ほんと。すごっ。うん、ごちそうさま。早っ、マジで早いわ。一瞬だったな、すごっ。塩は何？柚子とかあるんだ。あ、そうだ。え、柚子なかったの？あれ、あら、いや、あったらところでって言ってくる。塩は塩で、すでにさっぱりしてるのにさらにさっぱりさせてくれるから、ね、さらによ、やっぱ本当に二重のさっぱりが効いてるから。では、だしを入れましょう。あら、うまそう。あ、そう、上品だな。いいね。うん、うわ、そういう一品料理みたいなね。もうこれでいけそう。あ、うん、うまっ。はいよ。うわ、うまいな。サササと、うん、これササッといけるわ。うなぎになんか出汁染み込んでいい感じになってるね。あら、うん、おめでとう。ありがとう。おい、もう見えてる。でかいね、やっぱね、ザッカーバーグ。これを全部イルミナティカードに書いてるんだよね。メイド小話でした。なんかいいな、それ。いいのか、これ。するっぽいしさ。今の一番良かった。